ヒラタグモは、接触動物文句もつな雲ももく、ヒラタグモ科に属する中型の平らな雲である。ヒラタグモは、名の通り扁平な雲である。人家の壁面などに巣を作っているのを見かける。腹部にはっきりとした黒い斑紋があり、また、特徴的な巣を作るので見分けやすい。人家に生息することが多く、身近な雲でもある。 巣は広い壁の真ん中にもあることが多いからよく目立つ。ただし、本体は常に巣にこもっていて出歩くことは少ない。東京部は卵形で、扁平、八個の目は先端近くの背面に集まる。足はほぼ中程度だが、第一、第二脚が前へ伸びながら先端がやや外向けに開く。東京部と足はほぼ気化試色腹部は後ろが尖った。 ホームベースがたっぽい形で、やはり扁平。外縁は黒く、内側は真っ白で、その中央に大きな黒い反紋がある。反紋には個体差があり、稀に腹部に反紋を全く持たない個体もある。体長は8から10ミリメートル、形は死ゆほぼ同じだが、ややオスの方がキャシャにできている。角に張った、霊周囲に。 受信糸が見える平田雲の巣はテント型と言われることもある。巣は雨のあまり当たらない平らな広い面の上に作られる。外見はほぼ円形で中央が少し盛り上がる。輪郭は多数の突起を出していて荒い歯車の形。この突起からは糸が出ていて周囲の表面に張り付いている。また巣の表面は 周囲のゴミ等をその表面につけて、周囲の色と紛らわしくなっている。巣そのものは糸を重ねて作られた膜からなる。このような膜が上下に2枚重なったものが巣の本体であり、蜘蛛はその2枚の隙間に入っている。平田蜘蛛の扁平な体は、このような巣に身を隠すのに都合が良い。上面の膜を剥がすと、底面の膜の上に蜘蛛がいるのを見ることができる。 雲は2枚の膜の隙間から出入りする。巣の外側のところどころから壁面に糸が伸びる。この張られた糸はややジグザグになりながら巣から放射状に広がり、その面に張り付いたようになっている。この糸を受信糸といい、これに昆虫等が引っかかると振動が巣にいる雲に伝わることで、雲は餌の接近を知ることができる。餌が近づくと、 雲は巣から飛び出し、餌に食いついて、巣に持ち込むか、餌の周囲をぐるぐる回りながら、糸をかけ、動きを封じた後に噛みついて、巣に持ち込む。産卵は春から秋に散発的に行われる。卵は巣の中に柔らかな糸でくるんだ卵塊として産み付けられる。人家に見られることが多い。特に古い家屋でよく見られ、 土壁に広く樹脂に糸を張り広げるのを見かけることがよくある。野外ではあまり雨の当たらないようになった岩壁などに見かける。外見的にはっきりした特徴があり、日本では他に間違いそうなものはない。ただし、チリグムはその姿、網の張り方が共に非常に似ている。しかし大きさがはるかに小さく、生体でも3ミリメートル程度、目立った反問もなく、 全身が灰色をしている。なお、この両者は、平田雲が古い板を持たず、地リ雲は持っているため、かつては、系統的には、離れており、類似性は、他人の空にだとする判断から、別個の戸がとされていた。しかし、古い板の意味の見直しのため、同一系統として、両者を地リ雲かに含めることが多くなっている。しかし、例えば、斧はやはり古い板の存在は、 それなりに大きいとして、平田雲かを認めており、その扱いは確定していない。平雲は、平雲または、平雲とも呼ばれ、比喩的に平身低頭になって、わびる様を、平雲になって謝るという、ありがとうございます。